で今日はめっちゃ暑い。久しぶりにめっちゃ晴れたんで、俺の相棒とね、安土にある、滋賀の安土にある、ダイソーにちょっと買い物欲しいもんがあるんで買っていきたいと思います。久しぶりの相棒とのドライブってことで、一人でもよかったんですけど、今日はねちょっと彼女ちょっと呼んできて、彼女と一緒に買い物行こうかなって思います。いい？出てもらって。ごめんな、冷房つけるからな、早く。ごめんな、ごめんな、で出してもらうの久しぶりやな。一人増えてね。この子がね、ちょっと皆さんに紹介をくれたんですけど、ポンちゃんって言うんですよ。27歳で、このうさみちゃんが25歳、年上最高ってことで、いい彼女をゲットしました。ねえポンちゃん、ちょっと日焼けしたね、だいぶ。お前誰？俺やん。忘れた俺のこと。付き合ってるやん俺たち。忘れた？お腹すいた。お前誰？テレ朝の映画だ。なお前、うさみ、なんとか言ったらや、お前。ん？あ、熱くて気絶してるこいつ。で、久しぶりの相棒とので、ドライブなんで、こいつのね、最近の走りっていうのを、見たいと思います。で、かれこれ4ヶ月ぐらい乗ってるんですけど、相変わらずすごいわ。 1300cc なんやけど、前タント乗ってたからか、もう加速も違うし、もうめっちゃ暑いんやけど、正直今、はい行けって話なんやけど、ちょっと尺稼ぎでな。すっごいいいね、燃費がいい、すごい燃費がいいし、あとね、見てもらったら分かる通り、ちょっと後部座席が狭いんですよね。後部座席が狭いから滝のような汗かいてるの、これ何これ。そう、後部座席が狭いから、何やろ、2人と彼女ができて、今後ね、俺に嫉妬してるできて、で2人でデートするってなって最高やと思います、こういうのは。あとね、高速何回か乗ってるんですけど、もうめっちゃ加速も速いから、初速とかも、最高やね。あとね、結構普通車そうなんかもしれんけど、マツダとかのやつはスポーツモードってあるんですよ。スポーツモード、ちょっとこれね。でこうすることで、めちゃくちゃなんていうの、エンジンが上がって、なんか上がるじゃないですか、上がってめっちゃすごいスピード出るんですよ。だいたい分かるやろ。ってことでこいつの燃費見てっか。よいしょ、行くで皆さん。これ嘘偽りないから。シートベルトしてエンジンかけます。熱っ、マジ熱っ。何度今36度やって、で燃費がこれ見えるかな、 21.9 なんですよ。結構良くない？めっちゃ燃費マジで、小顔ばっか走ってるのもあるんやけど。ってことで、買い物行ってきます。今日も冷房なしで行きます。ド M なんで。って感じで今帰ってきました。で欲しいもんはちょっとね、でかい米が入るタッパーが買いたくて、結局ね880円でちょっと買ってきて、よかったマジで、あったから。どこ探してもなかったん。でちょっとね、遠出して今日は晴れて、ほんまいいね、最高やわマジで。朝胸トレ追い込んで、でな、YouTube 見て見ましたとか、見たでとか言ってくれる方がいるんですよね。でそういう方ね、マジでね嬉しいんですよマジで、なんて言うの、元気もらえるっていうか、モチベーションが上がる、っていうんで、もしねよかったらどんどん声かけてください。いやマジで今日はね、胸トレも調子良かったから、相変わらずプライベートはズタボロなんやけどなんだやろな、マジで。全然うまくいかんわ。YouTube もな、それほどうまくいってないんですけど、ね、ほんまに、うまくいってるだけじゃもんないんで、この沈んでる時を楽しんでいきますよ。筋トレは調子いいんでね。で、彼女たち、ちょっとね、もう、かれこれ、いろいろ動き回ったから、ちょっと今どんな感じになってるか、ちょっと見てもらいましょう。今日はごめんな、いっぱい連れ回して。
あれどうしたどうしたうさみ、誰やっけあの誰やっけこいつあのまああの誰かあのどうしたうん暑くて気絶してるエアコンつけんかったからごめんな俺一人の時あんまつけへんのようんうん大人いダメだこれ感じで何の動画かわからんけど、まあ、楽しかったっていう感じですうんまたねあの友達と行きたいですねうんでもうすぐねあの俺の親友の誕生日なんでまあそれも楽しみってことでうんまあなんかうんなんかするんすよわかるでしょ大体ってことでじゃあ最後まで見てもらってありがとうございますやっぱ晴れって最高よねバイバイ